行田馬車鉄道は、かつて、埼玉県北足立吹上村の国鉄高崎線、吹上駅前から、現在の行田市中心部までを結んでいた、馬車鉄道線である。1901年6月に、日本鉄道吹上電車場から行田を経て、長野村に至る馬車鉄道が開業した。創業時は、押馬車鉄道。発起人は、市長の橋本五郎ら15名で、 北埼玉郡を市長行田の青島卸商や旅製造業者が中心となって設立した。1905年5月、押し馬車鉄道の経営陣は新たに行田馬車鉄道を設立し、全会社の事業を引き継いで経営したが、1922年に北竹市鉄道の開通によって、会社に大きな影響を受けた。大正11年の下半期第36期、 営業報告書によると、客車収入5,860円に対して、自動車収入が11,839円と大きく上回り、1922年12月には、行田コーノス館に、乗り合い自動車の営業を開始し、1923年馬車鉄道を廃止して、乗り合い自動車専業となり、社名を、行田自動車と改めた。行田自動車は百四十三年、 東武鉄道傘下の東武自動車に合併されている。廃止当時、客車の車体は木製で、幅5尺、長さ8尺、高さ7尺1寸。塗装はカバイ及び白。定員は18人。貨車もあった。ありがとうございます。